私の大地くんが引っ越しちゃうなんて、そんな話信じられないわ。俺もさっきあいつから聞いてさ、びっくりしたよ。で、いつどこに引っ越すの？今度の日曜日、霧ヶ丘だってさ。そんなに急に？そんな。伊藤、地図。はい。風立ちの町がここで、霧ヶ丘はここですね。電車だと乗り換え乗り換えで2時間弱、バスだとうまく連絡がないからもっと。そんなに？誰にも私たちの愛は引き裂けない。引き裂かせはしない。行くぜ。大地。姫ちゃん。まなみ、いっちゃん。どうしたの？二人とも暗い顔しちゃってさ。いいの？姫ちゃん、小林くん引っ越しちゃうんでしょ？もう会えなくなっちゃうんだよ。仕方ないじゃない、お父さんが転勤しちゃうんだし。ほら、大地一人で下宿っていうわけにはいかないでしょ。そうよね。それに大地くんだけが男の子じゃないし。ねえねえ、姫ちゃん落ち込んでなくてよかった。行くよ、まなみ。なんで？どうして？いっちゃん、一人にしてあげよ。なんで？友達だから。大地、本当は行ってほしくない。行かないでって言いたい。だけど大地、国王様、エリカ様の最後のレポートができました。私先に読ませていただきましたが、なかなかの出来栄えです。そうか、では読ませてもらおう。ちょっと待って、パパ。もしこのレポートが通ったら、もう私の修行は終わりになるのよね。うん。姫子に預けた魔法のリボンはどうなるの？魔法の日記帳は？魔法のパレットやタクトは？もちろん返してもらう。そのまま人間界に置いておいたら、いつかこの魔法の国の存在が知られてしまうからな。じゃあ姫子は？魔法の国に関する記憶を全て忘れてもらう。魔法のリボンのこともエリカ、お前のことも。私このレポート出さない。エリカ様、姫子に忘れられてしまうくらいなら。姫ちゃん。ポコタ。うん？ポコタは平気なの？え？そりゃあ。僕だって悲しいよ。でも姫ちゃんは僕の何倍も悲しいんだ。僕は姫子。姫子いないの？開けるわよ。姫子いるんならいるで返事ぐらいするものよ。うん、ごめん。お姉ちゃん、おやつを持ってきたの。机の上に置いておくわね。この頃部屋に閉じこもってばかりね。このメロン、夢が切ってくれたの。食べてあげてね。うん。
ありがとう。じゃ、行くわね。お姉ちゃん、聞いていい？何？先輩と、長谷倉先輩と会えなくて、寂しくないの？え？寂しいよね。そうね。でも、離れ離れになって、初めてわかることもあるわ。自分と相手を見つめ直すっていうか、私にとって長谷倉くんが大事な人だってこと、前よりずっと分かってきた。でも、もしかしてこのまま長谷倉先輩と会えなくなったら？ああ、もしもよ。そうね、きっと何日も何日も泣いて暮らすでしょうね。寂しくて悲しくて、でもきっとそれでも長谷倉くんと出会ったことを悔やんだりしないわ。長谷倉くんと出会えて楽しかった。一緒に勉強したりデートしたり、一緒にいるだけで幸せな気持ちになれたの。それじゃあなおさら、もう会えなくなることを怖がるよりも出会えたことを喜ぶ気持ちが大きいの。偉そうなこと言っちゃったけど、以上野々原愛子の経験報告でありました。お姉ちゃん、私の真似した。少しは元気になった。じゃあね。お姉ちゃん、はあ、あーびっくりした。まさかお姉ちゃんがあんなことするなんて。でも愛子お姉ちゃんの言う通りだよね。うん、私にとって大地もエリカも、そしてポコタもみんな大事な人なんだよね。うん、みんなと出会いちょっぴり幸せになって、ちょっぴり悲しんだり、いろいろなことを感じて楽しかった。僕も姫ちゃんとお話しすることができてとても嬉しかったよ。メソメソしてたら大切な思い出さえもボロボロになっちゃう。ただのぬいぐるみに戻ってもずっと姫ちゃんのこと見守ってるよ。時々話しかけてね。うん、そうする。だけど姫ちゃん、大地に本当の気持ちを伝えないままで別れちゃうの？え、引っ越しの前にちゃんと気持ちを伝えた方がいいよ。でないと安心してぬいぐるみに戻れないよ。ポコタ、うん、ちゃんと告白しよう。大地のこと好きだって、とっても好きなんだって。よし、今日の授業終わり。でもいざとなると。よし大地、バスケやろうぜ。送別試合だ。よし。大地、野々原さん。じゃあ野々原さん、あなたね、どさくさに紛れて大地くんに妙な誘惑するつもりじゃないでしょうね。また伊藤、江藤、野々原さんの動きに注意して。大地くんファンクラブ最後の仕事よ。はい。最後の仕事？どういうことですか会長。大地くんファンクラブは解散。そして私は大地くんについて霧ヶ丘の中学に転校します。勝手にしてよ。野々原さん、もう大地くんの前をうろちょろするのはやめてよね。もっとも転校しちゃえばそんな心配もなくなるけど。そうそう、二人とも授業中にいないことがあったけど、あなたまさか大地くんと一緒だったってことは。何よ。そのまさかだったらどうする。何よそれ。言っときますけどね、私と大地くんには深い絆が。宣戦布告。うーん、悔しい。何よあの女。でもかっこよかったですね。何か言った。いいえ。
ち。大地。野々原。伝えなきゃ、私の気持ち伝えなきゃ。私、ん？あ、私マフラー借りたままだったよね。または持ってくるの忘れちゃった。いいさ、いつでも。あ、そう。じゃあね大地。バカ、どうして言えないのよ。こんなに大地が好きなのに。いただき。あ、汚いぞ鉄。バカ、タイムはかかってないんだよ。いいのかこのままで。ひょっとして口に出して言うの苦手なタイプか。て何言ってんのさ、姫ちゃん、今日は大地が引っ越す日だよ。いけない、ゆみ子ちゃんはとっくに見送りに行っちゃったよ。そんな。あー、ポコタン、どうしよう。まったく君ってやつは、自分の気持ちを大地に伝えるのは今日が最後なんだとか言ってて寝坊しちゃうなんてさ。そんなに責めないで、反省してるよ。どうすればいいの？そんなこと言ってる間に着替えた方がいいんじゃないの？そうか、パレットで時間をちょっと戻して、ハートタクトで小さくなって、鼻ペンで大地のところへ。どう？ピッコリピッコラ、小さくなーれ。あっち行ったら手紙書くからね。うん、クリスマスパーティーは絶対一緒にやろうね。間に合ったね。うん。どうしたのさ、姫ちゃん。なんか怖い。帰ろうかな。ダメだって姫ちゃん。ゆうべあんなに学校で大地に言えなかったことを悔やんでいたじゃない。こればっかりは僕も助けてあげられないよ。姫ちゃんいつか言ってたよね、心が変身できればいいのにって。ポコタ、きっと今がその時なんだよ。リボンの力を借りずに姫ちゃんが姫ちゃんになるための。さあ勇気を出して、行け行け、ゴーゴー。さあ我々も行くぞ。しんちゃん、もういいでしょ。うん、じゃあね、さよなら、ゆめちゃん。うん、車のところまで送ってあげる。ありがとう。あ、大地、あの、マフラーありがとう。あ、持っててくれてもよかったのに。ん？あ、大地、私、あ、お兄ちゃん、出発しちゃうよ。野々原、リボン似合うぜ。じゃあな。しんちゃん、さよなら。大地、大地。
第一とうとう言っちゃったね。やっぱり私の気持ち伝えられなかった。仕方ないよ、大地もきっと分かってると思うよ。ん？うわー！姫子？エリカ！姫子、会いたかった。エリカ、私も。もしかしてエリカ、お別れに来たの？私の記憶を消しに。だってエリカの修行が終わったら魔法のアイテムは全部返して私の記憶は全て消しちゃうんでしょ。今まではそうでしたさっさ。だけど国王様が特例として認めてくれましたさっさ。レポートは読ませてもらった。野々原姫子との友情の絆が深まっていくのが手に取るようであった。そこでだエリカ、わしも王である前に一人の父親じゃ。あ、これは大変ご無礼を。国王様、エリカ様にご裁定を。それでは次期王位継承者エリカよ、王としての裁定を下す。お前と姫子との友情は壊すに忍びない。よって特別に今まで通り姫子との連絡。あれね。よし、みんなでやろうよ。いけいけ、ゴーゴー。やりやり、ゴーゴー、ジャンプ。大地が転校していった。ずいぶん喧嘩もしたけど、この1年間大地がいてとても楽しかった。今でも大地の元気な声が聞こえてくるような気がする。きっとまた会えるよね、大地。クローダー。はい。小林。そうか、小林は転校したんだったな。はーい。大地。大地くん。小林、お前どうしたんだ。自転車飛ばして街道沿いの近道見つけて、飛ばしたら40分ぐらいで着くことが分かったから、それなら朝のトレーニング代わりになるし、転校するの取りやめることに。今日は遅刻をしたけど、明日からはちゃんと。バカもん、おバカもん、お前なんてバカなんだ。もう遅刻すんじゃないぞ、早く席に着け。はい。大地、野々原、戻ってきたぜ。俺、風立ちの街が好きだから。そして、お前がいるから。エリカ、元気？結局、大地は戻ってきて、また元の学園生活が始まった。よっ！こら、小林大地！校内でのローラースケートは禁止だぞ！大地くん、かっこいい！私、まだ大地に自分の気持ち告白してない。
いいだ、もう大地なんて大嫌い。俺だってお前みたいな騒がしい女はもうごめんだぜ。だけどいつかいつか必ず言えるよね、大地が好きだって。大好きだって。継承のための大事な儀式に乱入してくるなんて。その上祈りの泉に願いをかけて大地と結婚することになっちゃったんだ。どうしよう姫ちゃん、もうすぐ二人の結婚式が始まっちゃう。